ケナンジ、アベリーが太りすぎてどうしてこうなった感がすごい。みんなの反応集。それではどうぞ。コクピット口出しにしてビームガン霊距離でぶち込んでた人だとは思えん。シリアスな本編とバランス取るためとはいえ可愛すぎたろう。重要な局面で戦果を上げて出世し、GUND の呪いで死ぬ前にパイロット引退した世渡り上手マン。すっかり見た目も中身も丸くなったなぁ。一期前半では視聴者からのヘイト強かったのに、この人も指令も話が進むにつれて、それ以上のジャークとか行動原理が理解されたりして多少緩和してきた感じがする。見る立ち位置が変われば相手の印象も。ってのが本当にガンダム作品はうまいわ。体型だけでなく性格も変わったのかな。いや、もともと普段はこういう人なのかもな。しょう、こんなんやけど有能ではあるんよ。再びモビルスーツに乗って戦うことはあるのかな。ほら、30超えると人間太りやすくなるから、こんな体型になるまで生き残ったエースだ。ついていけば命だけは助かるかもしれん。可愛いな。タプタプしたよ。ベギルベを使ってた頃の面影はない。目がキラッキラで草。スレッタの視線において両親の同僚と父親の敵になるわけだけど、今後はどう描かれていくんだろうか。すげえプロローグと印象がいい意味で違ってる。笑い、昔かっこよかったんだけどな。ゆるキャラかな。コックピットから出るとき他の人に引っ張ってもらわないと出れなさそう。変わり果てた姿だが、そのベクトルが予想できんわう。中年おじさんキャラ、やはりこういうキャラは好きだ。本編との落差よう。前日間だと悪役ポジなのに、本編登場したら、いい感じに力が抜けた悪意のない軍人ぶりで好感度が上がっていく奇跡の人。バナディース事変で、たんまりボーナスもらってこんな体型になったのかな。めちゃくちゃ太ったけど今の方が好きよ。なんか、前にも増して大きくなってない。よく見ると思ったより太ってて笑ったわう。小屋部下もついていく。いい上司だわう。エリクト様や、スレッタ・マーキュリーの父の仇。なんか憎めない可愛さあるやんけ。公式の悪意がすごいいい意味で。もっかい、ベギルベを乗ってくんないかな。鉄地で言うとドさんみたいな感じかな。さりげな生き延びたよ、みたいな。ケナンジさんも年取って丸くちゃめっけになりましたとさ。こういった系好きな人たちに受けそう。ちょいちょい出てくるけど脇役すぎる。艦隊指揮官に昇進した時は、さぞいやいやだったろうと推察できる。パトリック・コーラサワーみたいに生存力高そう。21年前とは比べ物にならないな。てかここまで見た目が変わったのってあんまガンダム作品で見ない気がする。最終決戦でラスボスとスレッタの一騎打ちに割り込んできてラスボスに殺されそう。え？この人？血の流れ残念すぎるでしょ。21年で横幅倍ぐらいになってないか。あとよくそのサイズのスーツがあったなと感心する。ウィングガンダムのコックピットにねじ込みたい。ケナンジさんの HG ベギルベを今でもしっかり飾らせていただいてます。クライマックスでは装甲贅肉をパージするのか、ダブルオーノなどれみたいに。この人にグエル君救ってあげてほしいな。デブになってしまって、パイロットから昇進したのはいいけど運動不足になってしまったんだな。蓋を開けてみたらみんな戦争が嫌なんだよな。でもだったらなんで戦うのやめれないんだろうね。昔イケメン、コンフトメンウェリーのパパの仇、なのに何回かお茶目で憎めないな。エリクトパパ殺したのは許せんけど、なんかもう幸せになれって思えてしまったよ。パイロット降りてこうなったのか、こうなったからパイロット降りたのか。時の流れが残酷すぎる。でもポーズが可愛いから許した。彗星の魔女屈指の勝ち組だろ。人生楽しそう。原型いろいろと消えかけてるけどこっちのが好きだわ。旗王子かと思ったわ。なんでこんな姿になっちまったんだろ。プロローグでこいつライバル枠かなからとか思ってたのに。この可愛い人誰やねん。ケナンジ、アベリーの声、トランスフォーマーサイバーバース日本語吹き替え版のサウンドウェーブの人だったか。ケナンジ、アベリーの激太りはジュターク社のモビルスーツの進化に合わせたって説大好き。ケナンジ、
アベリーなんでこんなアイドルみたいなポージングやねんしたら元超イケメンパイロットやったやんか。劇中で超えた艦長やなぁ思ったけど同一人物とは思わんて。フォルドの夜明けのモビルスーツプロドロスガリック、ディアスっぽくていいなぁと、キャラクター紹介で一人ポーズ決めてるけなんじ、アベリーさん。第2シーズン始まってから改めてエクソードレイプロローグ見ると、ダカファーメットスコア相手なのに、ケナンジ艦長はマジ前線してたんだなと感心する。グエル変わったなと思ってるがケナンジも21年経ってるとはいえ変わりすぎで、ビフォーアフターで二度見するこれ。ケナンジ、アベリー、昔のお前はあんなにかっこよかったのに、どうして今はぽよぽよおちゃめかわいいおじさんになってしまったんだ。エピソード0の時普通にかっこいいしライバル枠だと思っていたのに今や戦艦の艦長でブライトさんと同じなのかよ。逆に同じガンダムシリーズでブライトさんはいい意味でかっこいい年の取り方してたのになんでこいつは。プロスペラエレノアママンにとっての旧敵なはずなんだけど、なんだろ、妙に憎めないお茶目さを帯びている。不思議だ、戦慄。ケナンジ、アベリーピースしながらウィンクしてる小太りのおっさんなのに急に水星のヒロイン枠に突貫してきててくさ。日曜17時の癒し枠こと我らがケナンジ、アベリー今後もぜひ活躍してほしい。ご存知、ないのですか。彼こそ、21年前のバナディース事変ではベギルベウのパイロットとして活躍し、今は艦隊指揮の責務を担っている超時空シンデレラ、ケナンジ、アベリーちゃんです。ってこと？ディランザみたいなスーツのケナンジ、アベリーさん。ケナンジ、アベリー、これでモビルスーツ戦させたら鬼のように強かったらめちゃくちゃ好きなキャラなので今後に期待だ。水星に若だからケナンジ、アベリーがベギルベウ乗ってたやつだってこの前初めて知ったアニメ流し見エアプがバレる。肥満児アベリーになる前のケナンジ、アベリーの活躍がもっと見たかったな。彼は別に仕事が仕事だから恨んでないし、むしろ義務を果たしてる立派なパイロットだ。ケナンジ、アベリー、プロスペラのガラスの仮面を初めて剥がれて、冷静さを失わせるために登場した気がする。ケナンジ、アベリーさん太ってる艦長さんはすごいガンダムっぽいキャラしてる。ケナンジ、アベリー、デブだけど判断力が適切でマジかっこいいおじさま。ふくよかだけど、21年前に続きしっかり仕事を果たす男、我らがケナンジ、アベリー。ケナンジ、アベリーなんか好きだわう。今後の出番次第ではちょっとコスしてみたい感出てきたわ。うおせるわ。